高いボール正面ヘディング。さあ桜が入れるシュート。いい形で取ったんですけど、桜はソロコメントのコラボかシュートだー、決まった。ヘディングで一回触りましたが、これは桜がソロモンの元へ、そして上がる船山です。さあこのチャンスになる桜がソロモン、シュートポストだ。桜川変わって入った安田、クロス入る桜川、追加点1番これは外さずしっかりでしたね。はい、ボールね、取り切りましたね。はい、さあこのチャンスになるか瀬吉盛り返す。さあ桜川ソロモン、いい形で最後を変える。中さに4に入った桜川、こぼれたミキやった、ヘディング、ナイスマッチング。まだアラインが一番前にいます。桜川頭でそらす、おシュートにいきました。クミツ左足上げてきた桜川、さらにこぼれ球スヨシのクロス、桜川キーパー、タンクス横に並んでいます。鈴木が高い位置入っていって桜川のシュートだ、桜川と思って栗山つながる、ショートカウンターだ、あーと小林、あーと桜川そのも新井、鈴木大輔もいます。巻いてくるヘッドだ、安田からのクロス、桜川がいる、千葉前線、桜川を走らせる、福光からのパス、桜川、桜川、宮のポストのところに洗いに行き、頭で合わせてきた桜川、強さを生かしてキープ、逆サイドも空いています。小田が打っていく、お桜川ですが田口が浮かせたボール、キープ、弾いてもう一度シュートを狙ってくる、どうだ、決まっているか、押し込んだ千葉、狙っています、スルーパス、桜川通る、押されない、桜川そのままチャンス、桜川先制、この時間86分。